小舟はゆらゆら揺られてゆくよ。運河は続くよ、どこまでも。はあ、つまんねえな。どっかにレアな魔物いねえかな。まあまあ、平和なのはいいことですよ。だけど、なんだか変だよ。風の塔やブラキアの町のあたりは魔物がたくさんいたのに。敵の本拠地に近づいてんだから、魔物がガンガン出てくると思ったのにな。妙だ、陸路にはちらほら魔物がいる。なんだ、魔物がいないわけじゃねえのかよ。水星系の魔物だけが忽然と姿を消していることになるわね。水星系？人魚とかタコとかクラーケンとか。うわー、俺の封印書にはほとんどいねえ種族だな。くっそー、もっと封印してーなー。おーい、水の魔物出てこー。ちょっと、そんなこと言って本当に出てきたら。ん？ふ、な、波が。転覆する。ルコ、泳げ。カオ、フリード。おい、みんな、捕まれ。封じるものよ、時を恋しものよ、おいでませ、おいでませ。何時我らを助けたまえ。ナンパしたのね。不覚だわ。あれは魚？海藻にサンゴも。あれ、水に落っこちたはずなのに体が濡れてませんよ。潮の匂いに羅漢風の建物。もしやここは。ここは西の海の沖遠く、竜宮城と呼ばれし大宮殿。ようこそ旅のお方。私はオカメと申します。あ？お前は？ようやく魔物が出たと思ったら初めて見るやつか。よし、早速封印してやる。お待ちください。なんだよ、命乞いなら聞かねえぞ。そう言わずに、どうか話を聞いてください。私たちは人間と争うつもりはないのです。はあ？魔物のくせにどういうことだ？先ほど水の中から話を聞かせてもらいました。あなた様はライブラで間違いありませんか？まあ、俺が極めて珍しいライブラのフリード様なのは間違いないけど。でしたら私たちを助けてほしいのです。それゆえ私はあなたをこの海の底なる宮殿へはるばるお連れしたのです。ライブラの助けが必要。つまり封印してほしい魔物がいるってことね。はい、もしも私の願いをお聞き入れくだされば、この竜宮城に伝わる票を差し上げましょう。うへえ、こんなところの秘宝ってなんだかすごそうだね。それに誠に竜宮なのだとしたら、ここには凄まじい量の宝物が眠るはず。強力な武器を入手できれば今後の戦いの助けになるわ。そろそろ武器の強化をしなきゃですもんね。お前がそうまでして封印してほしい魔物とは一体？この竜宮城は世界中の海や湖、水にまつわる魔物たちの楽園でありました。
竜宮の主である乙姫様は視界を収める女王、優しく麗しく何より勤勉なお方でした。魚たちのより良い暮らしや水の魔物と人間との共存を目指し、西の海から東の海へ奔走する日々。へえ、魔物が人間と共存か。魔物もいろいろ考えてるんだね。で、その乙姫がどうしたの？ここ一月で乙姫様はすっかり変わられてしまいました。質素倹約を旨としていた乙姫様が、毎夜毎晩宴を開いては船盛りにひれ酒、酒池肉林の贅沢三昧、水の魔物を残らずここに集め化物としてこき使い、視界は荒れる一方なのです。運河に魔物がいなかったのはそのせいか。ご主人様、視界が荒れるとどうなるんですか？不良に不作、干ばつに洪水、水にまつわるあらゆる事象に影響が出るわね。それは大変です。私たちは乙姫様の眷属、何があろうと歯向かうことはできません。お願いです、どうかどうか水の世界をお救いください。なんだかかわいそう。そうだな。仕方ねえな。お前の願い引き受けてやるよ。ありがとうございます。フリード、やっぱり優しいね。なんだよ、俺はレアな魔物を封印したいだけだっつうの。それに魚が食えなくなったらお前らだって困るだろ。照れてる。照れてねえ。それでは私はこれにて。カンデー、カンデー。あ、なんだこの声。どこかで聞いたことあるような。何をグズグズしてるのよ。おやつの時間はとっくに過ぎてるわよ。ただいまお持ちいたします。大広間は竜宮の中心にございます。3時のおやつを終えられた乙姫様は毎夜そこで宴を。もしもし、カンデさん、私お腹空いたんですけど。あ、はい、姫様、今すぐに。ではどうぞよしなに。対策もあるし、一旦拠点に戻るわよ。どうした？我の顔に何かついているか？ううん、そのちょっと気になったことがあったから聞こう。できればジーナにも聞きたいんだけど。私？二人ともあれつけてる？質問するならはっきりと言いなさい。あれとは一体何のこと？だから、その…部門の勧めなら、懐に常に忍ばせている。違う、だから…ブラウニーの種族は陽、残攻撃と火属性が弱点よ。じゃなくって…私が聞きたいのは…ブラジ…似た者3人組が集まって何の話をしてんだ。俺も混ぜろよ。フリード。似た者とはどういう意味だ。はあ、似たままじゃねえか。ブラ、つららと私に相談。
ぜ。よく聞きなさい。私は縮んだだけだから、昔は人並み以上にあったのよ。そうなの？ええ、だからつららとは違うのよ。我と違う、何がだ？それはここではなんだし、あっちでお茶でも飲みながら話しましょう。あ、おい、俺を無視すんじゃねえ。で、結局あいつら何の話してたんだ？ブラジまあいっか。はいな。あれ、何？扉をくぐったはずなのに扉がないぞ。どうなってやがる。これは一方通行の扉ね。一方通行？見た目は普通の扉と変わらないけど、扉をくぐってしまうと元の場所には戻れないという仕組みよ。このタイプの扉を開けた直後に魔物と遭遇すれば、退路がないから絶対に逃げることはできないわ。今後は気をつけなさい。いや、気をつけろって言われても見た目でわかんねえんだろ。気をつけようがねえじゃねえか。それはその冒険者の勘というか心得みたいなものっていうか。とにかくこれから扉を開けるときは今まで以上に注意なさい。へいへい、魔物狩りの時間だぜ。不思議な場所だね。水の中なのに呼吸ができるし、それにこんなに大きくて広い建物は一体誰が建てたのかな。大昔の魔物よ。お前なんか知ってんのか。その昔、強大な力を誇った竜の娘がいたらしいわ。その魔物が誰にも邪魔されないように海の中に宮殿を作ったのよ。邪魔って何の？商売よ。この竜宮城は巨大な料亭だったのよ。牧場の料理やお酒、それにきらびやかな魚たちの舞い踊り、時には人間を招くこともあったらしいわ。へえ。じゃあリゼたちもお金を払えばお客さんとして扱ってくれたりするのかな。でもこんなところだぜ、めちゃくちゃ高いに決まってる。さあ二人とも雑談はその辺にして奥へ進むわよ。ここ綺麗だね。ねえフリード、水耐性を上げる装備品は用意している？ここは水中だから大半の魔物が水属性の攻撃をしてくるに違いないわ。そんな単純なものか。水が苦手な魔物がここに住んでるわけないでしょ。そりゃそうだが。水系の魔法もそうだけど、炎症なしで飛んでくる水属性のスキルは怖いのが多いよね。ダメージが減らせるならリゼにも水耐性のある装備品をつけてほしいな。ちょっと待ってろ、今カバンの中身を調べてやるよ。ここの魔物は水が得意なら逆に土属性や火属性、雷属性なんかには弱いのかな。おそらくそうでしょうね。でも亀みたいな魔物は土属性には強そうだし、電気ウナギみたいな魔物なら雷属性には強そうだけど。まあそんな奴らでも風属性なら平均的にダメージを与えられそうだけどな。ここの奥へ進むには水耐性の装備品がたくさんあれば少しは楽に進めるはずよ。とりあえずこれを渡しておくけど、他にも可能な限り用意しておきなさい。はいはい。
出たな魔物め。ごめんね、今は相手してられないの。急がなくちゃ乙姫様に怒られちゃう。乙姫がどうしたんだよ。ステージの時間に間に合わなくなっちゃう。タイやヒラメの踊りを見飽きたって、私たちの踊りをご所望で、サンバにサルサにルンバにポルカ、毎日日替わりで3ステージ。つまんない踊りを見せたら罰として船盛りの具にされちゃうわ。ってわけだから今は遊んであげられないの。また今度ね。あの優しかった乙姫様がどうしてこうなっちゃったのかな、うん、超横暴な暴君か。なんかちょっと同情しちまうな。ちょっとなぜ私を見るの。暴君か。私はお前を船盛りになんてしないわよ。言っとくけどな、ビリビリって相当痛いんだぞ。嫌ならおとなしく言うことを聞けばいいの。これ以上グズグズ言うなら分かってるわね。分かってる分かってるから。よろしい。はあ、俺もあいつらと変わらねえな。おーい、帰ったぞ。イリーナ、ただいま。館長さん、出てこないね。広間が妙に荒れている。もしや賊が侵入したのか。ごめんなさい、出迎えられなくて。お前、その格好は。ああ、今日は一日大掃除していたから。そうそう、空き部屋を片付けてたらとってもいいものが見つかったのよ。いいもの？リゼにはまだ早いわね。年代物のワインよ。ワイン？そういえばそんな貢ぎ物もあったっけ。いつのものかわからないけど、熟成が進んできっと絶妙な味わいに仕上がってるわ。ドムレアを奪還した暁にみんなで乾杯しましょう。うわぁ、いいですね。って言ってもこの中でお酒を飲めるのは。見た感じイリーナ一人だけど。言われてみれば。なんてこと。お掃除にお料理に、なんだか最近のイリーナお母さんみたいだね。お母さん。やめて。私はまだまだ花の独身よ。あなたたちとはたったその10年しか離れてないんだから。せめてお姉さん、お母さんはやめて。ごめんなさい。人は見かけによらないもの。私はアルコールオッケーよ。我は酒は好まぬ。へえ、ジーナは意外だな。そんなちびっこいのに酒飲んでいいのか。お前よりは大きいわよ。まあこれからも仲間は増えるだろうし、このワインはしかるべき時まで倉庫で大事に保管しておきましょう。じゃあルクを運んでおきます。おーい、帰ったぞ。で、どうしたんだろうイリーナ。掃除の途中で寝ちゃったのかな。違う、これは。みんな無事。一体何事。侵入者よ。やはり館長さん一人で追い払ったの。
魔法で防御するのが精一杯だったわ。魔力が戻ってなかったら危ないところだった。そんなに強い魔物だったんですか？ただの魔物じゃない。あれはおそらく闇変異種よ。お？じゃあ闇落ちした討伐隊の仲間が？壁に残ったこの太刀筋、相当な腕前の剣士に間違いない。これほどの剣技を操れる者は。で、その剣士はどこへ？わからない。ひとしきり暴れて去っていったわ。強いやつはいないかと。手合わせの相手を探しているようだったら。また来るとか言っていたけど。また来るだ。いい根性してやがる。おいジーナ、ここでその闇変異種を待ってようぜ。とっ捕まえて封印するんだ。ただ待っているのは時間の無駄。竜宮城の攻略が先よ。考えがある。我に任せてもらえないか。つらら？いいわ、任せましょう。ではしばし待たれよ。罠を仕掛けてくる。はーい。仕掛けは上々。あとは奴がかかるまで館を無人にしていればいい。拠点を空っぽにすんのか？しかり。本当に大丈夫なのかよ。大事なものを取られたりすんじゃねえか。ここに大したものは置いてないわ。一人留守番に残すより安全よ。というわけでイリーナ、お前そろそろ実戦に参加できるんじゃない？足手まといにならない程度には戦えるはずよ。よろしい。では次の出動からイリーナの隊に合流してもらうわ。了解。竜宮城を攻めつつ襲撃してきた闇変異種が罠にかかるのを待つか。うまくいきゃレアな魔物と新たな戦力が手に入るってわけだ。へっへっへ、なんかやる気出てきたぞ。それじゃ行きましょう。本気を出す時が来たようね。うりゃ！キャッ！見たか！これが俺の新必殺技！猫魂ならぬ父魂だ！どうだ？聞いたか？いきなりおっぱい掴まれてびっくりしました。後ろからなんて卑怯だよ。だけどこれはそうやって驚いた隙に攻撃する技だからな。なるほど。だけどプリードってライブラだから魔物と直接戦わないよね。まあな。だけど俺もちょっとは戦闘術を身につけときたいし。その姿勢さすがです、プリードさん。へっへっへ、まあな。じゃないでしょ。うぎえ、首根っこ掴むんじゃねえ。俺は猫じゃねえぞ。そうね、こういうことして許されるのは猫ぐらい。いくら子供だからってやっていいことと悪いことがあるのよ。なんでだよ、父は揉むためにあるんだろ。違うよ。じゃあ何のためにあるんだよ。もちろん赤ちゃんにミルクをあげるためですよ。だったらそんなにでかい必要ないじゃん。ちっこくたって出るもんは出るだろ。確かにそれはそうですね。ほらな、やっぱり揉むためにあるんじゃねえか。そっか、フリードは物知りだね。ユウに納得しないの？いい、フリード、女性の胸は気安く触っていいものではないのよ。じゃあお前の父は誰にだったら揉ませていいんだ？俺はダメなのか？ジーナは？ツララは？あのね、いちいち揉んでもいいかって許可取ってたら不意打ち攻撃の意味ねえじゃんか。だからそうだよね、
相手も卑怯な攻撃仕掛けてくるもんね。使える手はどんどん使っていきましょう。よし、これをフリードスプラッシュと名付けて俺の必殺技に。ダメダメ、とにかく絶対ダメだったら。今回の経緯を端的に言うと、デキシー、君はね、私は平気だったよ。そうだね、僕がめちゃくちゃ水流に揉まれてる時に君爆笑してたよね。おかげでライブラから死ぬ稀有なパターンで全滅したじゃねえか。ごめんごめん、なんか面白い顔してたからさ。助けろや、流れに逆らってさ。は？海流なめんじゃないわよ。君がすぐ流されるから、付き合って流されてあげてる分感謝してほしいぐらいなんだけど。自然をなめるな。すいません。ちゃんとマップ見て慎重に進もうよ。途中絶対迷ってたでしょ。ちゃんと手動で書いてたっての。見ろよこの躍動感あふれる手書き地図かっこ防水。ちょっと見せてみ。ほら、ちゃんと書いてるでしょ。ちょっとここ、水流のマス、ちゃんと方向も書きなさいよ。スイッチ押したら方向が反対向きになるでしょ。もう、だから迷うんだって。いや、ちゃんと覚えてます。頭の中では完璧に把握できてます。できてないから迷って死んだんでしょ、まったくも。なんか君も世間もライブラに対する要求が多いよね。何でもかんでも一人でできると思うのよ。私だって一人で戦ってんだから、そういうところは頑張ってよね。ところで急に脈絡もない話してもいい？ダメ。はい、ということでね、今日は終わりです。昇天しましょう。そうそう、いいよ。へえ、しょうもない開始するなよな。こういう無意味なセリフ増やすと怒られんだぞ。これも余計にかかるんだからね。話が冗長になったら離れる客だって増えんねんぞ。わかったわかった。で、何？ヒラメとカレイの見分け方知ってる？この話いる？脈略のない話をしてもいいとは言ったけど、どうでもいい話はしないでよ。ちゃんと役に立つ話してよ。わかってるわかってる。今この瞬間に必要な話しかしてないよ俺は。本当に？じゃあ続きを。あのお魚さんたち、見た目ほとんど一緒でしょ。でも左ヒラメに右カレイって言ってね、顔っていうか目が体のどっち側にあるかで見分けられるのよ。それで？でね、ヒラメの方がレアなのね。なのでカレイはヒラメに劣等感を抱いてる。タイやヒラメの舞踊りって歌われてるのもヒラメでしょ。あの中には実はカレイもいるわけ。踊りながらも内心では俺は違う、俺はカレイって思ってるんだけど、周りがヒラメヒラメってチヤホヤするからそれに甘んじているわけですよ。でもやっぱりそこに負い目も感じていて。待って、わかった。君、役に立つ話する気ないな。いやいや、この先ヒラメと戦うことがあるかもしれないでしょ。ないでしょ。あるって、絶対あるの。その時にちゃんとヒラメかカレイか判別しないと。だから仮に戦うとしても判別して何の意味があるのよ。戦闘中でしょ、気が散るでしょ。そんなヒラメだかカレイだか気にしながら戦ってたら。あとね、ずっと聞いてきたけど、そのヒラメカレイの見分け方、正しくない時もあるよ。え？地域によって違うんだよね。だから目が出てる方がカレイで、引っ込んでる方がヒラメって覚えるといいよ。君、判別の仕方知ってた？うん。知っててずっと聞いてた？うん、まあ。早く言ってよ。聞いた瞬間言ってよ。なんで黙って聞いてんの。しょ
っと海のことに詳しいからって、お前この役に立たないけど役に立った風な話をして落とそうと思ってた俺の計画はどうなるのよ。言えよ。切れるとこおかしいな。だからそんな魚の見分け方はどうでもいいのよ。君がいつ役に立つことを言うのか待ってたの。もう知ってる生活の知恵しか言わなかったけど、他にまだ役に立つ話ある？正直に言って。いや、特にあんまり。そう、もうこういうことはやめようね。わかった？はい。すいません、しょうもない話ずっとして。わかったんです、ちゃんと役に立つ話しなきゃって。それで緊張のあまりごまかして逃げようと思って。まあまあ、そんな時もあるってね。じゃあそろそろ帰ろっか。まとめて、どうでもいいところ省いて。つまりマップはよく見ようね。以上です。もうちょい、もうちょい役に立つ感じの。あとカレイの弱点は殴りと風で、残、水、雷耐性、また気絶、石化、即死、凍結の絶対耐性があったことをリークしておきます。ヒラメじゃなくて？あいつ絶対カレイです。そう。ああ、でも情報が具体的でいいと思うよ。私は好きだな。うん、みんなヒラメじゃなくてカレイを見たら思い出してね。それじゃあバイバイ。私の番よ。覚悟。
かった。あう、氷の吐息だ。スキル発動。お返し。あ、痛かった。痛かった。氷の吐息だ。どういくわよ。どうかな。片付ける。キュー。さあ、先へ行きましょう。あるカエルのヘケト様だぞ。いや、俺まだ何もしてねえんだけど。ケロ、それを話せって言われてもなあ。言われてみればこれってケロ吉のベロじゃん。そういや、カエルって強い敵に襲われると仮死状態になるんだよな。ちょっとケロ吉、死んだふりしてないで早くベロを解いて。これじゃ動けないよ。でもそのかぶり物が生き物だったとはな。ひょっとしてこの服も。な、何するんだこの変態。なんだ、下はただの水着なのか。がっかりだな。脱がされた上に落胆されるなんて。もうやだ。それにしてもすげえ食い込んでるな。大丈夫かお前。大丈夫じゃないよ。もう好きにしていいから、この状況を早くなんとかしてよ。